トーマスチューブホルダーは送還された気管内チューブを固定し、抜管のリスクを軽減します。トーマスチューブホルダーは成人用、小児用の2種類をご用意しています。気管チューブをはじめ、ラリンジアルマスク、コンビチューブなど様々な気管内チューブに対応します。各部の名称をご確認ください。使用方法をご説明します。マウスピースの開口部が患者の足方向に向いていることを確認し、マウスピースの VH 部に気管チューブが位置するようにマウスピースをスライドさせます。唇がマウスピースのチューブ押さえ部と歯に挟まれないように、チューブ押さえ部を患者の口腔内に差し込みます。スライドスティックを患者の首の下に通し、マウスピースの反対側のスリットに挿入します。スライドスティックを外し、ベルクロテープでヘッドストラップを完全に固定します。頭部および頸部の小さい患者の場合は、調整ベルクロテープを用いてヘッドストラップの長さを調整します。スクリューを回し、クランプを締めてチューブをしっかりと固定します。この時、気管内チューブを圧迫しすぎないようにご注意ください。手順を守っていただければ安全にお使いいただけますが、製品使用中は常に患者を観察してください。ご使用前には必ず取扱説明書、添付文書をご確認ください。